いろいろなことがありましたけれども、今はもう私の胸の中に収め込んでしまったことでありますから、もうここで申し上げることは何もございません。政治家の責任というのは、自らの胸に手を当てて、小さい方の自分にもよく相談して、良心に恥じない行動を取るべきですから、今日までやってきたことに対して、ここでいろいろ言ってきたこと、今日までやってこられたこと、全部思い出して、私はそういう態度を取るべきだと思うんですね。